じゃあ止めとこう。これこっち上がっ。ラジオはあのこのコーナーごとっていうかこうな時にヒュッOK です。やばあ、山ちゃんの椅子は、あ、いや、椅子途中で出る椅子あ、嘘火曜日の夜7時、エリューの愛でサラブリーユ始まるよ。2番、なんかヘッドホンね。あ、2番、あ、OK です。もう一回言いましょうか。ごめんなさい、2番です。2番、今どうなってる？マイク2番に喋って大丈夫？もしもし、入ってます？ OK でございますね。今のタイトルコール入りましたでしょうか？はい、皆さんこんばんは。やってまいりました、火曜の夜7時、エリューのサロブリーユ始まりましたね。なんだろう、今日あのこういうハプニングもまた笑いのネタになるという感じでよろしいかと思います。あの、私がねちょっと座る位置をカメラに合わせて真ん中に来ちゃったので、マイクの位置がね、ごめんね、レイ君、ごめんなさい、気づくべきでした、ね、申し訳ないです。なんとなく座るときこれってまずいかなと思いながらこう、あ、ここがバランスいいわって感じ。そうですね、1番2番3番ではい、もう、まあね、まあね、そんなコーナーで、はい、今日も始まりましたが、はい、今日はどんなドラマが繰り広げることでしょうっていうのを言おうと思ってたら、自分たちから新たな脚本を提供してしまったという。素晴らしいですね。あの、なんですかね、火曜日、いつもこう穏やかに準備万端でって、本当毎回思うのに、うん、この番組の始まる前に、はい、なんですかね、あの、必ず何かしら起きますね。あの、勘弁してとか思いながらも、これもまた面白いのかなとか、なんかね、こういろんな角度から見ている自分がいるわけでございます。はい、コメントの方も来てますね。はいはいはい。はい、はいはい、高松真理さんからも最初、バーンって来てますね。本当ですね。どっから来てますかね。お疲れ様です。お疲れ様です。高松真理さん。はい。はい、ですね。はい。あとは、つかぴーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。この間ね、来てくれて嬉しかったね。ねえ、金曜日。嬉しかったです。あの、会社の設立パーティーがあったんですけども、こう、リスナーさん代表でというか、はい、あのね、つかぴーに、あの兄弟で来ていただいて、いや、なんか楽しかったね。楽しかったですね。ちょっと今日のフェイスブックの方にもね、はい、あの今日の番組のあのちょっとあれに、うん、あのつかぴーと一緒の写真載っけてますが、うんうんうん、なんか誰のパーティーか分かんない感じでこう、あの普通ちゃんと前に立ってろって感じなのにフラフラあちこち行ってね、すいませんでした。いえいえ、エリューさんらしかったです。ね、そんなつかぴーさんだから、はい、笑顔素敵って、ありがとう、ね、もうつかぴー、あなたも素敵よ、うん、ね、ジェヒョンさん、はい、姉さん、こんばんワイン、こんばんワイン、いいですね、こんばんワイン。あなたは赤ワインが好きなのか白が好きなのか、それともロゼ。あ、いいですね。でもジェヒョンにはロゼが合いそう、はい、そんな感じですかね、はい、なんかジェヒョンは飲まなくとも周りをね、うん、周りにこう飲ませなくともジェヒョンのこの甘い声でみんなを酔わせそうな気がしますけどね。あら、素敵、すっごい歌がうまいの。へー、そうなんですか。そうそうそう、聞きたいな、ね、男性の歌が上手な人って好きなんですよね。私の周り声のいい人ばっかり。本当です？嘘つきました。いや、いいですよね、女性で上手い人は結構いるんですけど、周りに、うんうん、男性はなかなかいなくて。あ、聞きたいですね、やっぱ男性のいい声で、ね、
いいですね。うん、羨ましいです。男の人のキーの高い声が好き、それともバスの聞いた声ですか？あ、バスの聞いた声ですね。飛び込みたい。はい、そう、はい、そうなんですよね。あ、なんか、あの、はいはいはい、ツカピーとジェヒョンが挨拶してますね。挨拶してますね。このなんか、はい、あのジェヒョンさん、そんなに聞きたいか、二人キーで聞かせたるって。いやいやいや、例も混ぜてください。いいよ、だったら私のこうちょっと要望を入れて、うん、4人が誰って聞かれたら、あのリスも入れてほしい。うまいのよ。もうジェヨンはジェヨンで素敵だし、あのリスもリスでもう素敵だし、なんだろうな、みんないい人揃ってんなと思うな。なんだろう、私みんな好きって、ごめんなさい嘘。なんかね、そう、あの本当この間金曜日、何、22日の日に、はい、あの会社設立パーティーがあるんですよっていう話をしてたんですけど、うんうん、本当にね、うん、あのなんだろう、ほのぼのした感じ、アットホームな感じ、うんうん、はいはいはい、そうでしたね、本当に。なんかみんながなんかこうちょっとエリュー大丈夫かみたいな、ちょっと事業参観っぽい感じがしたのは私だけ。あのでも全体の団結力っていうのはすごかったですね、うんうん、やっぱりあのエリューさんが心配っていうのもあるんですけど、あのいつも必要な時に、あれエリューさんは、あれ今そこにいたよねって。あの素晴らしかったですね、やっぱり心配り気遣いが良かったので、いろんなところに行ってて、なんか肩組んで写真撮ったりさ、なんかそんなことばっかりやって。でなんかこうみんなが、うん、あのその立ち位置立ち位置で本当に心からおなんていうかな、 おもてなしということをしてくれたりとか、うん、フォローし合ってくれたりとか、うん、あのね、本当にそういう愛を感じる場所だったというか、私自身が、はいはいはい、いざ自分の最後の代表の挨拶って言われた時に、うん、あれだってみんないいこと言ってくれて、私何にも言うことないよとか。そんなことなかったですよ。でそれも挨拶で言っちゃうみたいなね。もうね、そんななんかこうなんだろうね、本当にこう挨拶するときにこう一人一人のこう顔を見ながらニコ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 しながら挨拶して、なんかみんなの目がさ、うん、目で訴えてるのが、うん、エリュー頑張れってそんな風に全部見えたっていうのがね。そう、そうなんですね。でテーブル回るとさ、言われるのが、お前飯食ったかとか、いやまだですよとか、じゃあここに座って食べて、いやそうはいかないみたいなさ。あのなんか本当みんなあったかいなって、ね、そうよかったですね、本当にみんなのあのおもてなしの心が出たかなって、ね、あのなんかこっち側がおもてなししようと思ってるのに、おもてなししてもらってるようなところもありましたね。ねえ、ありましたよ。みんな懐が深いというかね、やっぱエリューさんの周りはね多いですね。ルイトもなんですかね、あのなんだろう、あったかいでしょ、みんなあったかいです、もう本当にガチで付き合ってるのが伝わる。伝わります、あります、いろんな形のガチの付き合いが見えましたよ。ねえ、うん、うん、本当に。でも私あれ普通だと思ってたのね。はい。で普通だと思って、でもあの私の関係してる人たちが、うん、あの集まるっていうので、やっぱりみんなは初めてなわけじゃない。はい。そうしたらやっぱり言うのが、みんながさ、いやエリューいろんな人が来てたねって、うんうん、どうやって知り合ったの？いやどうやってかなみたいな、うん、もう付き合い長い方で20年ぐらい、あすごいですね、うん、本当に家族のような感じですよね。そう、気づいたらこのぐらい経ってましたみたいな、もうあとなんか、まあ、時間的にはそんなに経ってない方だと、うん、本当にここ1ヶ月ぐらい、でもとそんなの関係なく、うん、もうねなんかね、うん、もう和気あいあいというか、確かにそんなこと言ったら僕たちもそうですからね。だよね、何2ヶ月だ、2ヶ月ですよ。みんな見える、私たちのこの関係性2ヶ月でこう成り立ってますっていうの、出会って2ヶ月目でこうですよ。ねえ。まさか ここにいるとは夢にも思いませんでした ね。だってさ本当にね、はい、ガチもガチ、なんかもう本当家族もう同然のような ね、うん、動きしてますからね、はい。そうなんですよね、素晴らしい付き合い方だと思います。だからこれがさ、また11月に、うん、あの何オフ会やるわけじゃない、はい、
で、うん、その時に今までこの電波を通してあとどう、ね、この画像配信を通してあの関わってた方たちと直接会うわけでしょ。はい、そうですよ。どんな距離感なんだろうねドキドキですよきっとみんなは私たちこうやって見てるわけじゃない。そうですよね。声も聞いてるわけじゃない。そうですよね。 あいつがエリューだよとか、はい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 、あの子ちょっとなんかいつも飛んでっちゃう感じっていうのはみんなの中にあるけど、うんうん、私たちは初めましてだわけ、うんうん、そうですよ ね、 ね、そうですよね。あのどちら様でしょうか。どちら多分こっちがドキドキでしょうね。そう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 。なんかこうね、面接されるような感じ。そうですよね。あ、面接は終わってんのかみんな。ね、わあ嬉しい。ジェヒョン、今日もノンストップで行くぜってコイン入れていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、ジェヒョンはあのリスラジっていう番組で、はいはい、あのもうなんだろう、メインで。うん、もう MC やって、もう MC もバッチリ、もう司会進行もねやってね、モデルさんでもあったりとか。素晴らしい。モデルさんで要素いいってことですよね。あのね、なんか永遠の何歳って言ったっけかな、ちょっと忘れちゃったけど、本当にスラッとして無駄なものがない。それで歌もうまいんですか。うまい。もうずるい。ずるいよね。ずるい。なんだろう、私も普通に生きてんのに余計なものどんどんついていく。心にはついてませんけどね、余計なものが。素直に素直に生きてます。そうですね。ねえ。うん、それはあのいつも見て見習ってます、うん。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。太郎ちゃん、ありがとうございます。すんごい、私これに利子つけてみんなに愛を返さないとね、このコインの数にそうですね、ありがとうございます。大事に大事にこう使っていけるように、はい、あの変なことを言わないように、はい、いや違う違う、いつも通りに、うんうん、いや愛もっと上乗せでやっていきたいと思います。はい、はいはい、いやー、レイ君どうだった、実際この1週間。地獄のような1週間だったね。一部地獄のようでした、ね、全部ではないですよ、うんうん、すごく楽しかったです、うん、やっぱり鞭打ったところもありますし、自分の体に、うん、みんなもそうだと思うんですけど、ね、心にも鞭打ったところもありましたし、ね、やっぱりね、私何回打たれたか遅い、確かにね、遅い、どうなってんだって、みたいな、これは確認できてるのか、知ってきてないでもおかげでこう、うん、ギリギリの狭間でやった仕事が完璧ではないけど、うん、あのエリーさんが言った完璧じゃなく完全にっていうのが、うん、やっぱ実践できたかなって思うと、あれはあれで楽しかったです。うん、ありがとうなんかね、うん、私はいつでも完璧を全く無視じゃないや、うん、目指してなくって、うん、完全であることが最高かなと思って、うんうんうん、あのなんだろう、今伝えられること、うん、今できること、うん、今この瞬間を完全、もう本当に完全、うん、なんか朝起きた時に自分が今寝るときにいた世界にいるとは限らないじゃない、はい、人との関わりも何もかも、うん、だから今日という日を閉じる瞬間も、はい、この今会ってる人とじゃあねっていう瞬間も、今私があなたに伝えられるもの、あなたから受け取れるもの、はい、そして理解しようとする努力だったり、はい、知りたい、伝えたい、それをできることは手を抜かずに気を抜かずにっていうのが私で、時としてそれやりすぎちゃって自分で何だか分かんなくなる時あるけどねえ、今の私、あなた、誰みたいなのあるけどまあね、そんな感じでございますが、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、コメント来てますね、はい、京子&のぼうさん、こんばんは。わー、お久しぶりです。なんか嬉しいな。あの FB ではあの、はい、しょっちゅうこうあの素敵な写真を撮られる方なんですよ、多分、レイ君は初めまして。そうですね、はい、初めましてです、よろしくお願いします。なんだろうな、猫とかを保護したりしてる方で、里親とか探してあげたりとか、本当に一生懸命な方たちで、ご夫婦でね。そうで、この間あのなんかのあのなんだっけ、猫の写真家さんで岩合さん、
はい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 、はい、聞いたことあります、うん、その写真のあれに、うん、入選っていうの入賞っていうのしたんだってよ。すごいよね。おめでとうございます。おめでとうございます。見てみたいです。まあ、でもね FB でもなんかねなんか写真じゃないの、もうその場面でキラキラしてまるで猫のこの日だまりの匂い、うんうんうん、猫のお腹の匂い太陽の匂いがするんだけど、うんうんうん、それがねなんか伝わってきたりとか、あそうなんかミャーミャーしてる声が聞こえてきそうなそういう写真。やっぱり猫のことすごいよく分かってるからこそ撮れるんですよね。もうなんかね沖縄とかに写真を猫の写真とかを撮りに来たりするときに忙しいのに、うんうん、なんか時間取ってくれて私と会っておしゃべりしてくれるの。そうなんですか。もうなんか私にとってお姉さんとお兄さんみたいな。もう来るとねふにゃふにゃ甘えちゃう。じゃあ次回はレイも作っていいよろしくお願いします。いいよ。共感ののぼうさん、レイさんはじめましてよろしくお願いいたします。こちらこそです。ありがとうございます。はい、タロちゃんも久しぶりですよね。忙しかったのかな。そうですね、タロトゲさん、のほんえりゅうさんこんばんは。昨日はディスコのマハラジャ初デビューしました。なんとも不思議な空間でした。見たわよ見たわよ FB。 なんかすごいのでガチ飲みしてたけど、あれ中身は何飲んでたのかなと思って、なんかね大きい杯みたいなのでガーって飲んでた。すごい豪快ですね。そうね、マハラジャ私もって思ったけど、その前にストレッチとかしてちゃんと筋肉筋伸ばしてから行かない。そうですね、踊ってる途中で釣ったはダサいですけどね。ちょっとね釣ったでダサいっていう時になんかレイ君と美里ちゃんと3人で話してて何の話か忘れたけど超感動する話だったわけ。エリューさん大丈夫俺たちがいるよみたいな、なんかそんな感動する話にはーって私歓喜を待って泣いてうーって言った瞬間うーって言ってエリューさん大丈夫ですよって美里ちゃんがティッシュ汚した違うの足の裏釣ったってなんでこんな時にとかね言いながら、いやいや可愛かったですよ。もう本当にタロスキーさん、はい、シャンパンタワーから溢れたシャンパンを一気飲み。いやーいいな。シャンパン一気飲みってできないんですよね。シャンパンはあれだけど、私いつも思うのね、シャンパンタワーおしゃれだねって言うけど、はい、私できればウイスキーのウイスキータワーとかやってほしい。したら私が飲む。結局そこですか。はい、うん、もちろんのことながらのボスもね、なんだっけ設立パーティー、はい、すごかったよねボスのプレゼン。素晴らしいですね、あの堂々とした風格は。そう、今までの経験からそうっていうのがもうひしひしと伝わってきてね、え羨ましいっていう、羨ましくもない、なんかもうすごいなの、そこは任したみたいよね。そうですそうです。だってボス他の、うんメンバーはみんなポカーンって口開けてたからそう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 、すっげー、でも止まってましたね。そう、うん、で自分たちの会社ってこんなにボスが言うとかっこいいんだみたいな。いやいやいや、そう、ね、なんかさ、うん、ボスはこう前を向いて頑張るぞみたいなことを説明してるのに、うんうん、私の挨拶の時、うんうん、まあ特別改めてなんか新しいことするわけじゃなく地道に今まで通りやっていきます。またそのギャップもね。なんかあれなんかさっきの挨拶違うか、まあいっかーみたいなね。みんななんか、なんか笑いこらえてたのが見えて、あれと思ったけどね。まあいろんな面があるっていうことでね。もうね、そうね。ありがたい。わかんない。美里ちゃんダッシュすごかったよね。あの子はね、もうすごいんですわ、いうところが。ねえ。あの時の気配りはもう、通常の10倍じゃないですかね。うん。昔の私を思い出した。本当ですか。だから美里ちゃんにしてもレイ君にして もうどの人にしても、うん、私ご褒美だなと思って人生の、もう本当浦添印刷の石川さんとかも、もうめちゃくちゃすごかったよ。この日にちのない中で こんな風にしたい、あんな風にしたいって、ねね、私の名刺の、うん、ね、うん、あることをしてほしいって言ったら、うん、って、はいはい。なんかもうここに私の性格が全部出るようにしてほしいって言ったの、うんうん、やってくれましたからね。そうですよ、ね、あれすごいですよ。本当にあの方はすごいよね。クライアントが何をやりたいかとか、うん、何をこう、ね、望んでるかっていうのをこう本当に自分を空っぽにして受け入れるっていうか、真剣に受け止めてくれましたね。
素敵なんだよね、うん、あった？あった？まだ会ってません。あれ？パーティーの時会わなかった？正直誰が誰だか分からない感じでしたね。うん、なのでもうぜひ一回お会いしたので、うん、あそこで顔は覚えてるはずなんです、うんうん、顔と名前を一致する作業が必要ですね。しようしようその作業喜んで。本当に、ね、何だろうな、みんな愛を持って本当、うん、なんかこうみんながもう力を出してくれたなって感じ、うん、あの時はすごかったですよ。本当に一つの家族のように支え合ったかなって、うん、ね、あと僕も正直映像の関連でいっぱいいっぱいだったのですごい素敵な映像だった。でもあそこで親近になれたのはやっぱ他任せられたからっていうのもあるので、うん、確かにね、うん、自分のやるべきことに集中できたのは本当にみんなが信頼ってこれだよねって感じだったね。そうですね、本当信じきってる信頼関係が結ばれると、うん、信じてるよとかなんとかっていう言葉が本当どこにもなくなるね。意識もいらないですね、うん、大丈夫全然不安もないというか、うんうん、これこそいい意味で当たり前のように、うん、持ってるので、うんうん、でなんかこう時々それって思うことがあってもこれもまた面白いなって思えたりね、こっからどんな展開があるのかまあまあまあやっていこうぜみたいなね。確かにありましたね。もう人と人との出会いつながりは面白いね。面白いですね。いろんなサインが見えましたね、うんうん、ぜひうちの、ね、会社の会社案内みんなに見せたい、うん、あ見せたいです、ね、あれは傑作ですよ。でもすごい、うん、ね、完全保存版。そういろんなところになんかこう、うん、謎解きのように引っ掛けるものがあってね。ありますね。それを誰がどんだけ気づくんだろう、うん、まあそれを気づかなかったとしても裏を見たら答えが書いてるんですけどね。そうですね、うん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 、あんなのもこんなのも。いいな、やっぱりみんなとつながるって、うん、いいですね。あいいですね。1年記念パーティーが楽しみですね。またどうしようね。逆に1年記念、うん、1周年記念、はい、1周年、やるときバーベキューもいいかもね。なるほど、うん、なるほどね。もっともっともうなんかカジュアルな感じでです、うんうん、なんかT シャツ短パン、はいはいはい、水着 OK みたいな。あいいですね。じゃあ夏っていうことですか。あやだ暑いのやだ暑いのやだ。ですよね。クーラーはやっぱりガンガン効いてるとこがいい。ホテルのプールサイドとか。あいいですね。ダメだね。暑くないです。やっぱりやめた。ムシムシする。やっぱりレストランとかなんか服を着てやろう。おしゃれな短パン T シャツとかね。あーいいかも。ちょっとじゃあ補足しようかなと。大丈夫ですよ。ダメダメダメ。だってある人に言われたんだもん、はい、ある人って女性ですけどね、うん、このボディケアの人に、はい、エリオさん隠し方うまいねって。見せ方うまいよって言われて。いい褒め言葉ですね。いや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 。本当に大丈夫ですよ。見てないから。見せても大丈夫な場所を見せて目立たなくしてるだけ。いやでもすごいですよね。そう考えると女性って怖いね。もう本当いい意味で隠し上手、見せ上手。そうそうそう、化粧もそうですし。そう怖い。怖くない。怖い怖い。そこがいいとこ。自分はそこと、うん、自分のね美里を見ると、うん、普段の綺麗なところ、うん、でいつもそっけない感じの可愛いところ、うん、が2つ見れるのは僕として嬉しいですよ。そうだよね。自分だけの特権だよね。そうですよ。そう言ってくれる人いつ来るんだろう。私いつか来ます。いつか来ます。来世あたりでね。すぐですね、うん、はい。コメント来ました、はい、タロスケさん、はい、今フェイスブックで一生懸命調べた。レイ君名前覚えたぞ。今まで分からず失礼。これからもよろしくです。さすが太郎ちゃん。あらま、もうバレましたね、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますね。まあそんなこんなでですね、オープニングトークでもガンガン盛り上がってきましたが、今日のテーマ皆さん知ってますか。あら返事が来ない。知ってるかな。知ってます。はい、んどうどう。今日のテーマは、はい、これなんですよ。はい、いいでしょうか。ってはい、お願いします。監視と見守ることの違い、そしてふと思うこと、心をよぎること、はいです。ねえ、皆さんぜひコメント、メール、何でも何でも OK だね。愛さえあれば。本当そうですよ、はい、お願いします、はい、てなわけで後ほど
監視と見守ることの違いからだね。はい。で、これってバンポーブチキンとかがいいかなと思う。はい。うん。ハンマーソングとか。あ、OK、じゃあそれにしますね。はい、で、バンプだったら結構なん、あの、もうズラズラズラって、あの、いいかも。OK です。東京参加とかもバンプだったかな。バンプとか、ハンモンとか。25分からじゃあ始めましょうか。25分から。OK です。はい。で、おっと、バンプない。お、え、これアップデートされて、結構消されてるやつが多いんですよ。今から出せることはできない。さっきちょっとやってたんですけど、うん、オルゴールのやつ、あ、ちょっと待って。ヤムちゃん呼ぼうか。ヤムちゃん、バンプってどうやって出す？うん。あ、待ってくださいね。ごめんね、席。これ出してるんですけど、バンポブチキンで。あ、これね。ちょっと早くらいかな。もうないんだっけ。あ、はいはい、OK です。バンポブ、OK です。あ、で、早くらい以内にして。あ、OK です。で、ここ、はい。一回、一回。あ、OK です。で、その青いところ、フィルターっていうところ、青くなってるじゃないですか。うん、はい、これを押して、押して、あ、OK です。わかった。ありがとうございます。すごい。でも、バンブラーは何でしたっけ？ OK。で、いけそう？ OK、なんとかやります。はい、もう、過ぎてるのでお願いします。曲が変わらない。大丈夫よ。はい。みんな曲を楽しんだはず。はい、OK です。はい、ここからテーマ。監視することと見守ることの違い。みんなはどんな感じになりますかね。監視、見守る。なんかこう、その人を見てることには変わりないし、守ってあげたいっていう気持ちには変わりないんだよね。そうですよね。ね。うん。でもやっぱり違うよね。そうなんですよね。うん、あ、なんかジェヒョン面白いことを。あらら。はいはいはい、ジェヒョンさん。監視とは、息子が彼女を家に連れてきて、あれやこれやと何度も出入りする母親の行動。そうですね。それは監視に入りますね。あるあるですね。あるあるですね。そうですよ。じゃあさ、これはどうなるんだろう。あの、友達と遊びに行くときに、うん、どこに行くの、誰とどこに行くの、何時に帰るっていうのは監視に入るのかな。それは見守るじゃないですね。これは見守るだよね。それ以上検索、検索、検索、検索に入ると、うん、監視。そう。あとこうなんかスカーフ巻いてサングラスかけてこんな風にコート着てこう建物の影からチラ見してたら監視よね。明らかに監視ですね。ね。ね。あ、太郎ちゃんからも来てますね。はい。太郎ちゃん。太郎、はい、あ、トロスギさん。はい。中一の娘にはあれやこれや、やれ言わず自由にいろいろやらせてます。友達と出かけているところを心配で見に行きたい気持ちはあれど、そこは見守って帰ってきてからの娘の話を楽しみにしてます。素晴らしいね。信頼ですね。そう、信頼してなかったらできないし、でもね、心配なのよね、やっぱり親はさ。そうですよね。お年頃だし、このね、今の世の中だし、うん、いくら自分家の子がしっかりしてようが、うん、ちゃんと教えてようが、はい、やっぱり何が起きるか分かんないから、やっぱり私もそう、心配。そうなんですね、うん、だからうちはカエルコール絶対するもん。あ、ね、そうですよね。あら、素晴らしい。そう、うん、そっからかん、あの、時間やっぱり計算して、うん、それを越してたら、うんっ
ってなるじゃない、はい、だからそれはしてる。なるほどね、うん、心配よ ね、まあね、はい、そうですよね。監視といえば、はい、僕が持っているお話をちょっとシェアすると、あ、はい、ちょっと前に話したんですけど、うん、これは多分監視に入るだろうなと、うん、うちの家族はみんな携帯の GPS をシェアしています。私それ聞いた時ドン引きしたですよね、うん、通常そうだと思います。まあ中学生ぐらいまでだったらね、うん、そうですよね。まあまあ今は消してますけど僕は、うんうん、だよね、はい。まあね、これはまあでも始まったっていうのは、うん、アメリカに住んでいる頃に、そうね、アメリカじゃね、そう助かるんですよね、どこにいるかとか、うん、もう分かるだけで安心するというか、うん、であと一人で車でアメリカを横断するときに、引っ越しするときに、ね、あの父親がやったのは GPS はもちろんですけど、予定ってあるじゃないですか、予定組むじゃないですか、うんうん、それと GPS とあと国が公開している監視カメラ、うんにアクセスして自分が通るのを待ってたんです、うん、でもさ、うん、それってやっぱりさ国によっては必要な気がする、うん、そうなんですよね。だってさ、うんうん、国によってはそれは見守りに変わると思う。そうですね、うんうん、でも日本でやるとちょっとね、そうなんですよね。でもこの頃日本も怖いよね。そうですね。だってこうニュースとして上がってきてないおぞましいこともいっぱいあるわけじゃない。うん、はあ、やだわな。そうなんですよね、はい、そういうのがあるからね。はい、そう。わ、お久しぶりですね。鶴くんからも来てますね、うん、はい、はい、鶴くん、ちーちゃん、神差し、お久しぶりです。はい、なんか本当お久しぶりだよね。体調でも崩してた？元気だった？元気なら OK です、うん、どんどん今日も参加してきてくださいね。はい、はい、どうです、監視、はい、うん、監視ってなんだろうな。監視か、やっぱり監視っていうと縛りがあるよね。ありますね。こうなんか、うん、もうってなんかこう、うん、手足を伸ばせない感じ、うんうん、いち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 なんかああだこうだああだこうだ、そうやきもちとか、うん、信頼していなくて、うん、信頼を得るため、もしくはその確認作業をするためにすること、うん、でも結局それやなんかさ、やっぱり予定とかを前もって聞くのとちょっとそれは違うよねってなる時あるよね。ストーカーとか、そうですね、そう、ストーカーは監視だよね。監視ですよあれはね、うん、あったじゃない、ストーカーと呼ばないでっていうやつ、なんか 歌でですよね。 ありましたよね、うん、この間エリューさんが歌ってたかな、うん、でも私ストーカーじゃないからね、誰にもストーカーはしないけど面白い歌があるからちょっと歌っただけそうそうですね、うん、多分ありましたね。でも結構時代が変わって、うん、監視、昔はそうじゃなかったものが今は監視となるとかもありますよね。そう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 、しつけが虐待になっちゃうのと一緒、うん、そうそうですね。だから同行しちゃいけないのよね。そうなんですよ。相手が不快って思うことはやめてほしい。そうそう、一度伝えて、うん、そうですよね。そう、それまでは多分見守りと一緒なんですよね。そう、相手に思いやりがあれば、うん、でも一度それはやめてって言っても続けることは監視の方に入るのかな、うん、そう、なんか怖いよね。うん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 、はい、コメントで鶴くんさんから、はい、元気でしたよ、たまに見てるんですがゲストさんいっぱいでコメントしづらくって。もうそんなの気にしないで、どん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 、もうガンガン読んできますよもう入ってきたら入ってきただけ読みますからねはい、頑張りますね、うん、もう一つも残さない。そう、残したくないですね。はい、はい、高松真理さんありがとうございます。こんばんは、調子はいかがですか。うん、はい、ね、なんかね、なんでしょうね、本当に監視され、あ、そうだ、皆さん、そうなんですよ、この番組ね、サイマル放送もやってて、リスンラジオで FM 機能版を選んで聞いてください、うんうん、そうするとね、パソコンとかで聞いてる人は、FM の機能版のホームページにも再生ボタンがあって、完全に同じ放送楽しめるんですよ、この BGM だったり、はい、そうだな、スマホで聞いてる場合だと、無料アプリで、リスンラジオって、いうやつで聞いてください、うんうんうん、全国 の, ラジオ
ラジオ局、はいはいはい、あの沖縄、うん、九州沖縄、うんうん、をクリックして FM 宜野湾を探してもらうと、はい、ほんとこのまま聞ける。へー、そうなんですね。そうそう、だからね、 BGM があるのとないのじゃ全然面白みが違うよ、うんうん、確かに違いますね。そう、私たちがなんでこんなにテンションいいかというのは、うん、BGM のせいですだって普段暗いのに私そんなことないですよそりゃ嘘、うん、失礼しましたエンマ様下抜かないでねでもそうですね、はい、あのまあ、今ちょっとね、あの、うん、申し訳ないです、レイがバタバタしちゃって失敗することもありますか、うん、あれもなんかさ、いじりのあれになっていいよ。いいですか、うん、すいませんね全然大丈夫、予測不可能なことが予測してるのに怒っちゃうんですよねあるまあそれも愛嬌ということでそう、それが人生よそうですね。高松マリさんのコメントいただいてます営業マンですが最近位置情報も分かる iPad 持たされる会社増えてる。やーだー、うわー、まあ、うん、どうだろう、日本どうなんでしょう。なんか男の営業マンに持たせたいあれ、それは差別に入りません、ね、うんうん、だってさ、うん、私ある、うん、ある某でっかいでっかいでっかい企業の営業マンだった人に聞いたんだけど、営業って時としてねえって、あの神隠しに合うんだよねって、え、どういうことって言ったら、うん、ちょっと休憩が入るんだっていうのを聞いた時に、私営業マンとは絶対付き合いたくないと思った。なるほどね、うん、自由が効きますよね。そうだから、うん、もう営業って聞いただけで信用できないと思う。あらごめんなさい、そういう方ばかりじゃないですけどねそうですよね、そう、そういう、なんだろう、真剣にやっている人たちに失礼ですよね。そう、だからね、うん、なんか私、あの男も女も裏を見せられすぎちゃったというか。あ、そう、ちょっとそれきついですよね。うん、あー、やだやだ。でも私、うん、なんかたとえそういう人たちをたくさん見てきたとしても、うん、そのおかげかどうか、うん、この人は大丈夫っていうものが、あ、あのね、本能的に分かるようになった。そうなんですか。この人は絶対大丈夫、私を不安にさせる人ではないとか、うん、うん、あ、この人は大丈夫。なかなかいませんけどねいるからこそ大事な存在ですよね。ね、そういう人大事よね、うん、大切にしたいですね、うん、はい。つるくんさん、はい、LR って何ですかこれ。私も聞こうと思ってた、ね、LR って何。リスンラジオだ。あ、リスンラジオとツイキャスどっちも入ってるけど、ツイキャスメインで聞いてますな。ありがとうございます。そうですね、僕もそうでしたね。私もそうでしたね、うん、自分の番組を、うん、すげえそうですね、勉強してるよ、こう反省点というか、はいはい、そう、自分の番組を聞き直して、うんうん、で、ああ、ここちょっとあ飛んでるなとか、うんうんうん、あ、言葉これじゃないよなとか、やっぱり喋ってる時に、ね、言いたいことこの言葉じゃないんだけどなって思いながら、うん、言う時はやっぱりうんってちょっとうんって顔してる、うんうん、ちょっと違うなみたいなはいはい、もう言ったそばからね、そう、うんみたいな、うん、ありますよ ね、うん、ね、最近あのひしひしと感じます、うん、それ。ああ、だからつまり私は自分自身を、うん、番組が終わった後に、うん、自分をチェックして監視してる。あ、なるほどそれはでも自分自身だから見守るじゃないですかな。ちょっとチェックしてダメ出しして、ダメ出しして、まあね、よし来週はと思うんだけど、うん、来週はまたやっぱり同じ布団であれってそう、そうですよね。そう、そう、ただ感心するのがうまいことちゃんと、うん、テーマに戻ってってるなと。そう、遠回りしながらそう上手ですよねエリューさん、なんかあ、ちょっと脱線してるけどすげえいいなと思って最後にちゃんと戻っていくんですよやっぱすごいなって、ブーメランのような女素晴らしい、素晴らしいですよ。みんなの首に引っかかんないように気をつけないとね怖いそれこそ予測不可能ですからね。はい、コメントいただいてます。京子&のぼうさん、はい、営業は成績ですからね。でも怒鳴られたり面白くないことも多いから息抜きしないとね。位置情報まで監視されたら嫌ですよね。そうですよね、うん、ですよ。でもありましたね、うん、営業じゃなかったんですけど、うん、マネージャー業だったかな、うんうん、やっぱちょっと自由あるんですよね、うん、いや息抜きしないとやっていけないですもんね、うんうん、なんか可愛い息抜きならいいけどね。うん、ねえ、ねえ、ね、もう
う傷つく息抜きはやめてね。えそうですね、向き合いなさい、ちゃんと向き合いなさい。そうですよ、大事、後から回ってきますからね。そう、うん、ねえ、やっぱりね、自分で発したものは全て帰ってきます。うん、私よかった、愛を発してて時々なんかその愛を回収してるわけじゃないけど、みんなが返してくれる愛の中に、うん、あのなんかこうもうちょっとふるいにかければいいのに雑に集めてんのかなって私と思う時がなんか変なもの混じってくる時もありますけどね。あ、これ何、愛じゃないよねとか、あ、ちゃんと私の目が濁ってないか確かめられてんのかなと思いながらそうですね、はい、うん、必要ですからね、はい、うん、たまにあの掃除しないといけないですからね、はい、あのみんなに見守られながら、はい、時にその愛じゃない監視が入りながら、入りながら怖いえ、でもその監視してくれる人って言ったら変だけど、監視してる人は私全然知らない人なんですよ。へー、そう、メッセンジャーに急になんかこんなこと言ってましたね、こんなことしてましたね、うんと思って、怖っ。でもそれに関したら承認したことになるから、うん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 、承認しないけど嫌だなと思って、うん、確かに嫌ですね。承認してコメント返してすぐ外すっていう。あ、なるほど、うん、じゃあなんて返せばいいの、当たりって言って削除それいいかもねいいかもしれないですよ、ね、そしてブロックブロック、まず言いたいこと言って当たり、うん、そう、お互い1回ずつ言いましたからね、そう、もういいだろうと、そう、フェアだよね、フェアでめんどくさいすごいすごい本当笑ったもん勝ちって思って、本当そうですよ、うん、笑いに変えるっていうことは、うん、すっごいエネルギーがいると思う、うん、でも嫌なことをずっと繰り返して喧嘩したり言い合いしてる方がもっとエネルギーいると思うの、はい、でも笑いの変換装置を日々使ってると、うん、この変換装置はすごい使い勝手が良くて、はいはいはい、もう自動変換が、なんだろうな、アップデートが自動でされるようになってきて、はいはいはい、もう笑いに慣れてきたら全部が笑いに変わっていく、最高よ、最高ですね、うん、ただし笑いに変えちゃいけないことも笑いになる時があってそれを抑えるのが大変、私はそうなんですね、うん、なんかこれってはーってこう真面目な話されてる時に結構面白いなってこうね思っちゃってやばいやばいやばい、抑えろ抑えろエリュー、ここは笑ってはいけないみたいなねそうですね、確かに自分もあの究極、うん、喧嘩売られたじゃないですけど、うん、嫌なことをされて、うん、もう相手が嫌がることをしようと思ったら、うん、もうあの満面の笑みで、うん、褒めちぎるというか、あ、うん、相手を恥ずかしめることですよね。ね、私はねどうすんだろう、大きい声で笑う残念っていう発令とかそれもいいですね、ちょっとやっとこう、飲めましょう、ましょうねもう残念とかだって分かんないもんね、うん、で答え求められても自分が考えてることじゃないから答えようがないから、確かにね、うん、分かんないよ確かにね、うん、あの的外れなことを言ってくる人にはいいかもしれませんね、うん、はぁっていうね、そう分かんない本当分かんないのよでもなんかね、監視システムっていうのが強化されたことによって、うん、いろんな事件が、うん、もしかしたら今まで迷宮入りしてたものとか、うん、なんか探しようがなくなっちゃったこととかも、そうですね、解決しやすくはなったのかなって思う反面、うん、それはありがたいよ、うん、思う反面プライベートもなくなってきてるのかなって、そうですね、そう、うん、プライベートでもやっちゃいますから ね、仕事だけじゃなくて、ね、うん、なんかねえ、うん、ちょっと重い話になるんですけど、うん、海外アメリカとかヨーロッパの方では、うん、警察官に、うん、録音機能付きのカメラとかついたりしてるんですよね、うん、あれは大賛成だなと思うんです、いろいろありますからね、私も賛成、うん、もう歴史が長いですからね、うん、黒い歴史が、うん、そこはちょっと今いろんな意味で黒い歴史がね、そうです ね、うん、本当に、うん、嫌われる警察官が多いので、うん、そうじゃない人もいるのに、うん、残念ですよね、だから結局パッとさ監視って聞くと、うん、なんかなんだろうな、嫌だなって思うけど守られてる部分もあるよね、ありますね、ね、こう考えると、うんうん、でなんかやっぱりこう見守る
とかってなってくると、うんうん、見守りってある程度見守る側に余裕がないとできないよねって私は思うの。なるほど。そう、あ、うんうん、ちょっと我慢しますよね。そう、ちょっと呼吸、深呼吸して、うん、自分の感情を一旦ちょっとこう落ち着けさせて、うん、でどうなんだろう、相手はどんな感じというか相手の立ち位置だったり今起きてる状況はどうなんだろうっていうのを、うんうん、やっぱり見ないことには、うん、感情で言葉を発してはいけないとか、うん、感情で物を見てはいけないっていうところに行っちゃうよね、うん、そうなんですよね、うん、さっきあのタロスケさんが言ってた、うん、あのね、中1の娘に、うんうんうん、あれはこれほら言わずに、うん、一歩下がって見守る両親っているじゃないですか、うん、あれはすごいなと思いますよ、うん、ああそうだよね、うん、まだ子供がいないのでそうやろうって思ってるけど、うん、実際そうなると、うん、すごいこらえるんだろうなって。そう、例えば4時に帰るよって言って帰ってこない、うん、帰ってこない、特にうちなんておちびちゃんはしょっちゅういなくなるのでほんと勘弁してくれと。もう、もう本当この間なんか何だったと思う、ね、今日はね雨が降ってて、うん、お家に帰ったら鍵忘れちゃったから開けられないって、お母さん、うん、お母さんがいないから空手行けないって言ったんだって、うん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 、空手の友達に、はいはい、で空手に行けないけど友達と遊びに行ってるわけはいはい、はい、でそのまんまいなくて帰ってこなくって、うん、もうみんなで探したじゃないあの時、あんな、うんうんうん、何でしょうかね、うん、このやっぱりやっちゃいけないこと、はいはいはい、理不尽なことというか筋の通らないことの時に、うんうん、やっぱりこう親でもなんていうかな、人間だから感情でわーって言いたくなるじゃない、はい、そう、鶴くんのこのハゲーみたいなのと同じででもこのハゲーって言っちゃいけないわけじゃない、やっぱり。そうですね、はい、だって子供遊んでるって言えばやっぱり周りにこの子のお友達もいたりするわけで、うん、私なんか嬉しいのも全身からエネルギーが出るし、怒ってんのも全身から出るからどっから見ても怒ってんのが分かるわけ。はいでだからやっぱり子供のこの、ね、人間関係もあるから友達の前では怒らないようにしてる。はいはい、そうですね、うん、大事、それはね、うん、子供の、うん、プライバシー、そう、なんかこう、ね、やっぱり大事だから、うん、だからその時はねえみんなって、うん、やっぱり言っていかんとみんな心配するよって全体に言う。じゃあ今日はもうこの時間だし雨も降ってるから解散ね、うんうん、また次ねって言ってバイバイさせたのよ、はいはい、あのねみたいなえらい、うん、あのねって言われること分かってるよねって、ずっと子供はうんうんうんってうなずくからそういう時はあ分かってんだなっていうことでそれ以上言わない。あ、分かってるんですね、うん、分かってるなって分かった時はそれ以上言わない。はいはいはい、なるほど、うん、でもう一回こう本当だよねって一言言って分かってるって言ったら、うん、OK って言って、あとみんなに関係者に謝らせて以上みたいな。すごいですね、もうそこも抑えないといけないですよね、うん、感情的なものを抑えて、うん、うん、偉いな。だって私たちも分かってもっとまずいって思って、うん、なんていうの、まずいことしちゃったなって思った時に、うんうんうん、相手からわーって言われたら、もうごめんなさいよとしてる時に言われたら、そう、反発したくなってくるじゃない、うるさいなとか、うんうん、あ、もういいよとか、うんうんうん、でこれが反発してなくて自分を守るために、うん、ああだこうだ言うんだったら、うん、あんたねってなるけど、うん、それは違うでしょと、うんうんうん、なるけど、あ、反省してちゃんと分かってんなって思ったら言わない。そう、それであとは次ねって。すごいな。何回チャンス与えます、エリューさん。私ね、なんだかんだ言って何回も与える、うん、やっぱそうですよね。ただしこの繰り返しになってきた時は、うん、それに対してのあれは強くなる、うん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 、私が座りなさいって言ったらもう子供たちはもうやアウトなんですね。もう そこでアウトもううわーって言わない、本当に怒ってる時は座りなさいって。どうぞどうぞ。もうどういうつもりっていうのから入っていく、うん、どういうつもりでこうなってるのってなるほどね、うん、最初に聞く。あれ偉いですね、うん、でもね、素晴らしいな、ちゃんと聞いてからの説教に入るんですね、うん、まあその時の、うん、奥歯はこう折れんじゃないかぐらい噛み締められ
あの握り拳は今にもこうなんか指が食い込むんじゃないかっていうぐらいなんか抑えろ抑えろエリューみたいなのになってますけどね。それを見ると子供たちもね恐怖するんでしょうね。あのやばいちゃんと答えないとって、で取り繕ったこと言ったりとか、はいはいはい、適当なこと言ったこの言った瞬間にあのバーってなるので、それは、ね、うん、人に無駄な時間を使わせるなんて怒りますね。なるほど。でも あれですね、怖いって分かってても、うん、同じことを繰り返しちゃうんですね。そうやっちゃったみたいな顔してるのがまた可愛くてね。だからこう 怒るというか叱りながらも、叱るというよりなんていうのかな、確認作業をさせるというか、うん、はいはい、何をやってからなんでダメだったのかっていう確認作業。なるほど、そういいな。ああそうですか、聞いてくれて。でも私怒ったらとんでもないですよ。よかったかなじゃあ。もう気の毒に気の毒に。いやいやいや、だから上3人はおちびちゃんによく言うのが、うん、あの公平はまだお母さんの怖さを知らないよって。でもちょっと強めに怒った時、3日間近寄ってこなかった時はショックでしたね。そこまで避けなくて も、ね、悲しかった。で私の顔見ると布団に潜るの怖いって。もうね、そんなもうそうなんだね。そうこの頃なんか隠れないで、あの私に怒られた後にお母様しももんかとか、あれどうしたの今日と思って、あさっき怒ったんだそういえば。もうねやっぱりなんかあの子供だけじゃないと思うんだよね、見守るというかは、あのふと気づくと自分が見守られてたりするよね。ありますよ、ね、子供は意外と見てます、見守ってますよ、ね、なんかあの時は涙が流れるな。やっぱ子供からすると、ね、親って大人だから子供が口出しすることじゃないよなとかありますからね、うちバンバンしてくる。それまずいじゃないとか。いいね。言われますね。あのそれって大人なの？それって子供なの？それとも幼いの？とかね。いや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 。突っ込んできますね。いいよ。俺たちはちょっと一歩引いて見守っとこうねとか言われるもん。すごいな。いやなんかね、でも見守るっていうのは、やっぱりそこにデイ君が言ったように、信頼関係というかね、相手を信じてるっていう気持ちがないとできないし、できない、相手に対して敬意とか尊重する気持ちがないとできないと思う、なんかどっかさんこう勘違いしてるところがあって、人って、はい、どこかしら自分の一部と思ったり、自分より下に思ったり、自分が上だと思ったりするとついつい関心になってるんだよね。そうですね、そう、俺がやらなくちゃ、私がやらなくちゃ、いらないっちゅうの、そんなの、いらない、そう、まず見て相手が何を言おうとしてんのかっていうのを感じたり、聞いたり、そこが大事なのかなって。大事ですね、そう、なんだろう、まあ余計なお世話で片付けられちゃいますけど、そうそうそう、相手を思ってやることも監視になっちゃう時がありますからね。あのね、そうなのね、でとってもいいことしてるのにそのコミュニケーションがずれちゃってたりして、本当にあもったいない、でもそのやり方だとこうだよねとかっていうのは、なんかこうちょっと若い人たちの中でこの間感じたんだけど、まあでも若い人だけじゃないな、年配の人にもあるな、ついつい昔のやり方でっていうかね、あります、あります、その古いものも大事にしたいし、またなんかこういう新しいものも取り入れながら、なんかいろんな角度からものを見ていけたんだろうなと思いますね。そうですね、はい、思います。そう、一服堂さんが来てますね、はい、出遅れましたがこんばんは。はい、お帰りなさいですね。きっとあれですか、お子さんのお迎えとかあったんでしょうね、ねえですね、もう、そうですね、鶴くんのそのあれもそうだよね、録音機能で明らかになりましたしねって、あれすごかったよね、あれか、あ今そう分かりました、このハケすごかったよね。でも言い訳もすごかったですね。なんて言ってた。いやあれはまあ感情的になったけどっていう、一回謝って、でもあれは一回限りですって、一回だろうとなんだろうとハゲとかデブとかブスとか、
あとなんだろう、バカとか、うん、人を侮辱することは一回でもダメですよ、うん、感情的になったからって。ハゲってハゲてない人に言うんだったらいいよ、うん、でもハゲてる人だったらハゲって言っちゃいけないと思う。本当そうですね。そう、うん、であと痩せてる人にガリって言っちゃいけないと思う、うん、だから それとまとえてるようなことは悪口で言っちゃいけないと思う、うん、そうですね。そう、うん、やっぱりなんか相手に笑いに持っていけるような言い方で、うん、なんかこうね喧嘩してくれって感じよね。そうそうなんですよ、うん、だすごいなと思って。なんかとことんなんかこれでもかっていうぐらい追い詰める必要って私生きてる中でそんなにないと思うんだよね、うん、しょっちゅうしょっちゅう追い詰める人っているじゃない、うん、そういうの見てるとバカくさって何やってんだよって思って、うん、もうだんだんしらけてくるというか、はい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 、そこまで追い詰めないと自分が立ってられないのかなとか。そうでしょうね。そう、うん、だからで私は思ってたの、はい、前まで、はいはいはい、でも、うん、ふとまた考えた時に、うん、きっとそういう場面で、うん、そういうことがきっとこの人に襲いかかることがあったんだろうな。あ、だからこの人、この人っていうかこのこういうことをする人たちってたくさんいると思うのね、うん、はい、なんかこう本当にいじめなんかもどんどんエスカレートしていくけど、そうなんですよ。なんかこう結局自分もそこに地雷があるから、その地雷を人に踏まれる前に、うん、そこを守って飛び越えていくから、その地雷で記憶したことを言っちゃったりやっちゃったりするのかなって思った、うん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 、だからあーなんか悲しくなった。逆に今までは何この人って思ってたけど、うんうんうん、そういうことする人たちに対して、でもなんかうん、ああなんかみんな同じように傷ついてんだなって思ったら、そうなんですよね、なんかもう一回ちょっと肩組んでやっていこうぜって、うん、まあ相手が嫌なら仕方ないけどねまあね、そうですよね、うん、受け入れてくれないと、うん、ね、もともともないですからね、そうって思った、うん、そうですね、はい、あれなんかメール来てるかも。あらららはい、あららチェックしますね、はい、申し訳ないです。はい、はい、ジェヒョンさん、はい、永遠の28歳。あ、永遠の28歳だった、ね、そうよ姉さん、俺のレイ君、こんばんは。こんばんは。今の時代は過保護なんでしょうか、はい、何かに挑戦しようとしているのに危ないからダメって止めさせる、うん、これって見守りではなく監視に近い感じだと思います。そう、ね、抑えつけようね。そうですよね、うん、危なかしい手つきで料理の手伝いをさせ、うん、手切ったり火傷したりと学習させるのは見守りに、うん、ただ子どもの料理は時間がかかる、うん、夕食が夜食になりませんようにってうちもね、やっぱり手伝いたがんだよね。うーん、だから極力できること、うんうんうん、で怪我しないような方法は教える、うん、この間天丼の時に、うん、うちは上さんには天丼好きなんだけど、おちびはエビフライがいいわけ、はいはいはい、だからエビの皮むきをする時に、殻むきをする時に尻尾のちょっと三角形に尖ったところ、はい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 、あそこが刺さると後で痛くなるから、 あれを最初取るんだよって、はい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 、で殻むきさせて、うんうん、でなんかこう背わたの取り方とかやったんだけど、はい、だから極力このおちびが早く帰ってくる日、スケジュールはそういう時は入れないようにしてる私。あ、仕事を早めに終わらせて、はいはいはい、この子が楽しいって思ってできるお手伝いを、うん、仕事って楽しいんだよっていう植え付けをしてる。なるほど、私の老後のためにそうですね、そうそうそう、大事大事大事すごいな、怖い。あとメール、楽しきさんですね、はいはい、見つけました。どう思います、ツイキャスのコメントに載せづらくメール、思春期の娘なのでそのうち彼氏もできると思うんです、はい、どんな彼氏でも娘が好きならいいかなと。ただ、はい、彼氏ができれば遅かれ早かれ大人になる時が、だから彼氏ができたのが分かったら、はい、嫁さんに避妊具を娘に渡してもらおうと考えてます。あ、それって大事だと思う私。さすがにまんまを渡すのはどうかと思うので何か工夫して、うん、そんな親子でもいいかな、うん、いやもう素晴らしい親だと思いますよ。私実は、うん、娘が初潮を迎えた時に話したことがあって、うんうん、人はそういう経験をしてしまうと、うん、
知能が伸びなくなるらしいんですよ、うんうん、あの統計を取ったところ、うん、やっぱりそういう経験をしてると子とそうじゃない子では、うん、やっぱり歴然の差が出ると、うんうん、でそれを娘に言い続けたの。だから自分の世界観を広めたいんであったならば、はい、基礎を築き上げるまでは自分でどっちがいいのか選びなさいと、うんうんうん、そしてまあその時全部話したわけじゃないけど、うん、もし万が一、うん、何らかの不幸が訪れて、うん、あのレイプされたとする、うん、抵抗するのはやめなさい、うんうん、そうですね、うん、それそういうことがあったとしてもあなたに非はないと、はい、これはあの石ころにね、うん、もちろんこういう経験した人たちにこういう表現は申し訳ないんだけども、はい、絶対悪くないのよそういうふうなことに出、はい、あのなんていうのかな、うん、向きなんていうの経験というか、うんうんうん、なんて表現なんだろうなんて表現したいですかね、うん、がもし起こった時、うん、あの石ころにつまずいて転んでちょっと大きな怪我をした、うん、であなたは悪くないから、うん、ちゃんと言いなさいと、うんうん、そうです、うん、それはあなたのせいではない、うんうんうん、だからそれはあのもう自分は傷ついたとかあの価値がないと思う必要はないっていうことを、うん、私は娘が、うん、もう本当に小学校の頃から言い続けてて、うん、で様子が変な時は声かけるとか、うんうんうん、そういうのを、うん、カウンセラーの先生に、まあ、教えられたことがあって、うん、一度レイプに遭った人って何度も会うんだっていうことを言われたの、うん、なんかこのそういうことを、まるでサバンナとか、うんうんうん、ああいうところにね、うんうん、生傷の、うん、ある動物が放置されたら、はい、ライオンとかそういう肉食の動物はやってくるでしょって、はいはいはい、それと同じで、うん、レイプとか受けた人たちは、うん、独特の雰囲気を持っている、うん、それを嗅ぎつけられちゃって、はい、何度も何度もそういう目に遭うんだよって、うん、だからそうさせないための方法は、うん私はこうだったんですっていうことをきちんと話せるような状態にしてあげることなんだ、うん、でそれは悪いことではない、うん、あなたに非はないっていうことをちゃんと伝えてあげること、うんうんうん、で寄り添うこと、うん、だから、うんうんうん、やっぱりなんだろうな太郎ちゃんの親としてのその、うん、あれは私はとっても、うん必要なことだと思う、うん、必要なことだと思う、うん、しかもお父さん側からは必要なことだと思う、うん、もうこれこそもう夫婦で協力し合って、うんうん、ね聞き入れやすい形で話していくっていうのは大切で、うん、もう同感です で、ねうん、であと息子たちにも言ったのが、うん、自分で今もしもこうなった、うん、ああなったという時に、うん責任を取れる範囲のお付き合いをしなさいって言った、うんうんうん、そうなんですよ、うん、であと息子たちにしても娘にしても、うん、お母さんは反対しないよって言ったんです、うん、誰とお付き合いしようと、うん、なぜかというとそう育てたんだから、うん、その人とその人を選ぶように、うん、私が育てたんだから反対する必要がないのよはいはいはい、だってよくあるじゃないなんでうちの子があの子ととかなんとか、うん、いやいやその子を選ぶように育ってたのは私たちでしょって、うんそうなんですよね、でもしそこで未熟な点があるんであれば、うん、一緒に育てていけばいいって私は思ってるから、うんうん、だから息子たちの彼女とか、うん、みんな仲いいよいいですねそうそれこれこそ信頼ですよね、うん、子供たちに対する信頼と、うん、今まで自分は間違った育て方はしてないっていう自分に対しての信頼、うんうん、なんかだから息子たちの彼女もお母さんこんなんで今喧嘩しててとか、うん、あそうなんだ腹立つよねって最初こう言いながら、うん、で何が原因だったのって、うん、うん、あそうって聞きながらもうそれはじゃあこうなんじゃないとか、うん、なんじゃないとか、うんうん、関心にならない感じでサポートしつつ見守りかなって、うん、やっぱりこう嫁だとか、うん、息子の彼女だとか、うん、娘の相手だとか思うからそこに距離ができるのだって、うん、ありがたいなとうん、大変なつわりとか私はこの子の分は経験せずに息子や娘が増えたんだって、うん、私は思っていつも受け入れるので、うんうん、
だからこう一緒に見守っていけばいい、うんうん、育てていけばいい、うんうん、そうするとまたこの子たちからまた違ったこのなんていうのかな見方というか、うん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 、そういうのでいろんなヒントもらったりね、うんうん、するわけで、うんうん、本当子どもたちの存在にしてもいろんな人との出会いの、うん、そういうものっていうのは、うん、次に、うん素敵なチャンスだったり、うんねね、きっかけになるよね。なると思います。ね、僕も思うところがあってまだ子供いないし、うん、で甥っ子姪っ子甥っ子とかにやりたいなと思ってもできなかったりとかして、うん、だけど友人に同級生に産婦人科の子がいて、うん、まだ実践されてませんが、うん、性教育の話をしていけたらなって本当そうね私はそれは必要だと思う、うん、本当は家庭でするのが一番なんですけど、うん、やっぱ今は特に日本はね、うん言っちゃいけないとか聞いちゃいけないタブーになってるよねそうタブー視されてるので私ね変だと思うのよ、うん、性教育はタブーなのに、うん、そういったドラマとか平気で子供の前で見るじゃない、うん、そうなんですよね私あれなすっごいナンセンスって思って、うん、いや子供の前で見るべき番組じゃないでしょって、うん一番思ったのが、うん、近いので思ったのがなんか何年か前かに昼顔ってあったじゃない、はい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 、あれうちで見てないのよ、はいはい、実は、はい、なんか周りをすごい話題になってたけど、はい、である時になんか面白い歌を子供が歌って帰ってきたのね、うん、いやそれ面白いとかって言って、うん、なんかトトロの替え歌だったんだけど面白いねって言ってて、うんうんうん、でそれどこで覚えたのって言ったら友達が歌ってたってあ面白い歌って歌ってって言って聞いてて、うんうん、ある日なんか昼間昼顔の再放送があった時に、うん、その歌が流れてたのでびっくりしてこんなドラマをもう話を聞いてたからこういうドラマだよって聞いてたからこのドラマを子供に見せたのって思ってでその歌をチビは歌ってたのって思ったらちょっとゾッとしてゾッてきますねちょっと待って待って待ってと、うん、タブー視する場所がちょっと違うんじゃないってちょっと親しっかりしてとか、うん、あとやっぱりこうなんかこうお父さんとお母さんが仲いいのはいいと思うの、うんうん、ただ見せなくてもいい部分っていうのは、うん、カウンセラーの先生が言ってたんだけどそれは性虐待に当たると、うんうん、ああそうなんですねだから、うん、そういう部分をしっかりちょっと知っておく必要があるんじゃないかなって私は思ってる、うん、ここもなんていうのかなやっぱり節度を持ってというか、うん、子どもの受け入れられる、うん、年齢層で受け入れるレベルでの性教育っていうのをちっちゃいうちからしておけばいいのかなって、うんうん、そうですね、うん、例えば体の洗い方にしてもそうだし、はいなんかいろんなことでねなんかそういうことから始めていけばいざ思春期になるからとか、うんうん、体に変化が来るからとかではなくて、うんうん、そういう本当に日常の生活の中でだって性教育って別にそれだけじゃなくて思いやりを持ってそうですよそう相手に対する思いやりだよっていうところから、うんうん、私は始まると思ってるから性教育は、うんうん、だからね性教育って分けること自体、うん、ちょっとどうかなってそうですよねそう、 でそういうことを積み重ねていけばやっぱりこう年を重ねたおばあちゃんに対する優しさも私はこう自然と身につくのかなって思う、うんうん、あこんなもうなんかねこうやっていろんなことを頑張ってきてくれてっていうのだったりすると思うんだよね、うんうんうん、やっぱりそういうのもやっぱり見守りに入っていくんじゃないのかなって思う見守りですね、ちっちゃい頃からその友達もね3歳からの性教育、うん、5歳だったかなって言ってて、うん、その時から当たり前のように話をすると、うん、思春期になったから焦ってする必要もなく、うんうん、思春期だから聞き入れないっていう心配もなくするじゃないですか、うん、思いやりですよね、うん、思いやりでそう見守るって、うん、だからできたからこそ見守ることができるって、うん、そうだね、うん、ほんとそうだね、うん、なんだろうなほんとそうだと思う、うん、性教育は思いやりを育む大切なうん、一部だと思いますね。そうね、そうだね。ちょっと前に話題になったのが、うん、ほら女の子に対してヒニング、うん、気をつけなさいよって、うん、男の子にもそうなんですけど、うん、酔わせて、ね、そうとか酔わせて相手が酔っ払ってるからいいよと言わせて行うっていうのは
違うよって、それは同意のうちに入らないよって、うん それを勘違いしてしまう、うん、それはやっぱりこう勘違いですよね、うんうん、そうじゃないんだよと、そう、その子たちも完全に悪いわけではないと思うんです、うんうんうん、だそれがそれでもいいからそうするってなっちゃっただけで、うん、それこそちっちゃい頃から性欲教育をしてればね、うん、そういう間違いは起きなかったんじゃないかなって。そうだよね、うん、なんかこう偏りすぎてると思う、うん、でもなんだろうな、やっぱりそういうのって興味が隠せば隠すほど漏れるものってあるじゃないそうですね、ね、うん、で変に漏れちゃうから変に伝わって変なうんと知識として入っていくわけだから、うん、やっぱりきちんと伝えるべきものは伝えたいよね。そうですね、うん、伝えていきたいですね、うんうん、そう思います。はい、うん、ちょっとコメントいきましょう。はい、いきます。はい、高松マリーさんかな。親に頼れない子は学校にも頼れない、はい、中学生くらいで男に走る子はそういう子が多いですよ。少女期がないというか、いきなり子供から大人になるんです。そうだよね、それは本当だよね。なんか寂しくて人肌恋しくなるというか、あれって本当はなんかね、親にギュッて抱きしめてもらうことができてたり、うん、親からのぬくもり愛情をこう感じてたなら、うん、本当にあのマリーさんが言うように、うん、せっかくの可愛らしいというか、いい感じの少女期をね、楽しむことができるはずなのにね、うん、それは本当感じる、本当、うん、マリーさんの言う通りなんかすっごい心が痛くなる、うんうんうん、そうなんですよね。はい、はい、で、一服堂さん、はい、うちも高校の娘がいるんだけど、うん、避妊のこととか教えるタイミング悩んでたら中学校の時にネットでほとんど教えてたっていう。本当そうなんだよね今ね、まあ、でもちゃんと調べてくれたから、うん、まだいいですよね。そうそうそう、知らずに過ごしてね、何かあった時に知るんじゃなくて、うんうん、そう今はそれがあるんですけど、うん、でもできれば親から教えてあげたいことではありますよね、うん、でもなんか今の親の世代って、うん、やっぱりタブー視されてきたから、うん、どうぎこちないんだよね、どうしたらいい か, か腹決めて話すしかないっていうか、うん、そうですよ、そう、うん、だってもう教育の一環ですもん、うんうん、親の責任ですよね。そう、うん、そう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 、そうなのよね、はい、いろいろ親大変よね。そう、そうなんですよ、ね、ちょっと飛ばしてましましたが、マシマシマシたかって、一服堂さん、はい、エビの皮むきは格闘になりますね。そう、私もよく指をつきますってね。ほんとよね。あれでも自分も結構遅くなってから知ったんですよね、うん、あの動画のあのなんだろうあれ見て、うん、教えてくれたのかな、聞かなかったのか知らないけど、うん、なんこれえもっと知ってたら楽にできたのにっていうのが、あ皮のむき方でしょ、皮のむき方ね、はい、知ろうとしないと怖いですよね。そう、知ろうとしないと素人のままなのよ。そう、そうですね、いいこと言いましたね。ちょっとメモしておきます。私もなんかさ、この間あの私さ、いやもう最高って思ったのが、あのパーティーが終わった次の日にあの家族、うん、家族とあの、まあ、うちの家族とかあと美里ちゃんのちょうどね、はいはい、お父さんとかが、そうなんですよ、ね、お父さんお母さんが来てたので、うん、あとねこっちにボスとかもいたのでみんなで打ち上げしたんですよ、はい、でやっぱりこのことをやることによって、うん、やっぱり家族とかもちょっとね、うん、普段のコミュニケーションが取れなかったりしてたので、はい、そういうのも含め、うん、あのじゃあみんなにもと思って打ち上げをしたら、その時にね、うん、あの美里ちゃんのお父さんがすごい素敵な話を、うんうん、ああこれってすごいな、ちょっとこれメモさせてもらってそのラジオで話していいですかって言ったら、うん、いやいやそれはとか言ってたんですけどあの失敗があるから次がある、うん、失敗があるからいい方向へ行くんだよ、うんうん、失敗があるから叩かれて成長するんだよ、うん、つまり叩かれたからこそ勢いがついて悔しいって思いがあって、うん、じゃあどうしたらいいかっていうね、うん、新たな道を探すというか、そうなんです、ね、すごくまさに職人、そうあれはすごいなって、もうジーンときたな、うん、なんか素敵だなって思った、うん、であの美里ちゃんのお父さんにはこの今まで生きてきたこの一つ一つの積み重ねが本当にこう素敵なこの自信となるというか、うん、誇りだったり、うん、それがこう
トゲトゲしくなくこうすごいね、そうあのね柔らかいというか柔らかいです ね、あの声も喋、うん、り方は確かにちょっと怖かったけども、あそうだった、私全然、本当です、うん、僕だからかなあ、私多分うちの、うん、あの身内が職人が多いんですよ、うん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 、あの和食の、あの職人だったり、うんうんうん、あとあのフランス料理だったり、あと和菓子職人だったりとか、うんうんうん、あのそうだから大丈夫だったんですね、なんかねちょっとこう好きというか、はいはいはい、慣れてるというか居心地がいいというか、まあ、ちょっとあの訛りも強かったですね、あ、あのだからかな、あの、うん、あと美里のお父さんっていうのもありましたから、ね、緊張感もあったし、ね、緊張感もあったし、うんうん、だけど声はすごく優しい声だなって思いました、うん、そうだね、うんうんうん、そうなんですよ、うん、コメント来てますね、はい、シロさん、はいはい、怒れながらこんばんみ、いえいえようこそおいでくださいましたはい、はい、野の中の銀のホタルさん、はい、ネットで見たのですが、はい、先生が学校で性教育実施したら生徒の親が性行為を助長補助してると PTA から吊るし上げみたいになったって載ってた、本当にさ自分のやるべきことをやらないで人がやったことに対して、うん、ああだこうだ言うなら先生だって大変なんだから、うん、一緒にじゃあなんか手伝えることありますか、これってこういう表現の方がいいですよね、うん、とか、そうね、そうなんです、なんかこう出る杭は打たれるじゃない、あ本当そうです、ね、もうちょっと頑張って出すぎればよかったんだよね、そうしたら、うん、いい感じのフックになってみんなの重たくなった荷物をかけられたりとかね、うんうんうん、そんな風になったかもしれんけど、やっぱり先生たちだってさ、こうなんか残念だけどくじ引きで引いちゃって俺当たっちゃったよ的な人も中にはいるわけじゃない、そうなんですよ、そうなんかね、そうなんですよね、みんなで教育に関しては考えていけたらいいのかななんて思います、うん、思います、そうやってみんなでお互いに監視という部分は、うん、なんかこうお手伝いの部分で助ける意味で監視するというかね、うん、ああそうですね、ね、うん、でやっぱりみんなでこうお互いに見守り合っていったならみんなが成長するんだろうななんて思います、うん、思います、ね、うん、そんな感じで今日はよろしいでしょうか、うん、では後ほど、中島みゆきでいきましょうか、中島みゆき、今ある感じのやつでいいですね、うんうん、いいよいいよ、ファイトとかなんかあの辺で、オッケーオッケー、麦の歌とか見るやつ、うん、麦の歌、うん、とかオッケーオッケーオッケー、じゃあそれはもうこれちょっと時間かなり押したので、うんうん、35分ぐらいまで、35分までやる感じですね、うん、オッケー、ちょっと一人中島みゆき系探してみますね、はい、スカピーからメールもしかして来てる、あ、ちょっと見てみますね、あ、ごめんね、あ、いっぱい来てますね、あ、すみません、すみません、はい、来ます、じゃあそれ次のところで読んでもいいかな、はーい、あ、これ何なんだ、ハレルヤ、うん、何でもいい、じゃあ1曲いきますか、もう OK です、おーい、そうなくらいお腹空いた、始まるのが遅いと思います、じゃあマイク出る、はあ、なんかこう本当に日が暮れるのが早くなっちゃって今なんか本当真っ暗、真っ暗なんです ね、うわあ、なんか前なんかまだまだこの時間でもなんか夕焼けがねちょっと見えたりしてたんですけども、うん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 、なんかあれだよなって、うんうんうん、本当に、え、まさか今日新月とかそんなんじゃないよねこの暗さって、え、いや、どうでしょうね、ねえ、そういえばどうだったんだろう、皆さん今日って何でした、あ、新月じゃないや、だって来る時に何気なく月が雲の影から、うん、なんかうっすらここにいるよみたいに、うんうん、見えましたからね、見えました、うん、見えた見えた、あ、本当です、うん、そう、そんな感じだった、うん、そう、でも本当にいろんななんかさ流れがある中で、はい、
ああよかったなとか、うんうん、いろんなことがよぎるわけじゃない、はいはいはい、あー鶴くんそうね月見ましたよ、どうですか新潟の月はどんな風に輝いてますか、うーん聞きたい聞きたい、どうかな沖縄の月はねちょっとね今日なんか雲の後ろ側からなんかここにいますよ的な、うんうんうん、あの存在感を出してましたけど、あ本当です、はい、あそっか9月の20日が新月だったんだ、はいはい、そっかそっか、すごいなんか曲がかかんないみたいですね、そうなんですよ、ちょっとねアップデートされて、うん、申し訳ない、もうちょっと準備すればよかった、山ちゃん呼んできます、そうですね、レイ君、 あすごいキャンさんが来ましたよ、キャンさんにじゃあちょっと見てもらいましょうね、うん、そんなコーナーで次のテーマに行きたいごめんなさい風邪ひいちゃって、あの次のテーマ、ふと心をよぎること、ね、ふと思うこと、なんかさあこうなんだろう、何かをしてるとき、仕事をしてるときとか、お茶飲んでるとき、テレビ見てるとき、なんかふと心をよぎることってあるよね、なんかそのときってやっぱりこう決して未来ではなくて心をよぎることって過去に起きた出来事、そういうことが思いをなんかまるで何かの風に乗ったように運んでくるのかなって思います。だから時としてなんて言うんだろう、きっとその思い出した誰か人だったりする場合はこの人が私に思い出してほしかったのかなとか、そんな風に思ったりするんだよね。レイ君はふと何かがよぎるときってどんなとき？ふと何かがよぎるときか、うん、ふと何かがよぎるときは、うん、よくデジャブを見るんですけど、はいはい、まあ、デジャブを見ると安心感というか、うん、あ今自分が選んだ道は間違ってなかったんだとか、うんうん、でもそれならないときは何だろう、正しい判断してるのかなとか、あとかふとよぎる、ああそういう時か、なるほどね、うん、と思うこと、心をよぎること、うん、他は親孝行してるかなとか、うん、あと、まあ、いらない心配で人にどう見られてるかなとか、あたまにね、いつもは思わないんですけど、うん、そういうことですかね、僕は、うん、そっか違う、違う、うん、違うくない何だろうな、そうね、私が心をよぎったりこう、なんかふとこなんていうのかな、うん、思うことってやっぱり過去かな、はい、あ過去かふと誰か思い出したりとか、ああそう、うん、で思い出してそこから未来にその関係性の思いを馳せるというか、うん、あどうつまりどうしてるかなっていうのは未来じゃない、うん、そうですね、うん、なんかだからこうあさっきもちょっと話したんだけど、うん、もしかしたらこの人が私に思い出してほしくってちょっと私の中に入り込んできたのかなと、ありますね、うん、そっか、そうなると、うん、やっぱふと心をよぎるのは、うん、過去の人で、うん、もう他界している人、そう、うん、一人ありますね、頻繁に思うのは、うん、前働いてたところの、うん、まあ、奥さんなんですけど、うん、お別れできなかったんですよね、あアメリカにいて、で、うん、なんだろう、香典とかそういうちゃんとしたこともできなかったんです、うん、っていうのも意外とショックで、うんうんうん、思ったよりもショックで、ショックで、うん、何もできずにいたというか、うん、うん、それができなかったことに対しても、うんうん、そうそうそう、あったりとか、そういうのあるよね、うん、うん、ありますね、うん、なんか結構コメントというかメールがもしかして来てる、はい、来てます、来てます、ですね、はい来てます、いきます、これはハレルヤさん、はい、こんばんは、エリューさん、レイさん、今日もこの曜日この楽しみの時間が来て笑みがこぼれた、あ嬉しい、うん、沖縄市のつかぴーです、あつかぴーさん、はい先週の金曜日ぶりですね、皆様お元気でしょうか、はい、
テーマに沿ってなくてすいません。いいんですよ。小さい頃から親から弱いだのできていないだの言われた環境で育ってきました。先日、就労でのワークショップがあり参加しました。その時のテーマが、自己分析かっこなりたいイメージを書き出そうでした、うん、仕事のイメージ発見とか自己の価値観チェックシートがありましたが、うん、いくら考えても答えが出なく白紙のままでした、うん、自分というものがあまりないような感じがしました。今ゆっくりですが少しずつ環境かっこ訓練外に出ることによってまだ遅くない自分を磨きます、うん、エリューさん、レイさん、今日もいっぱいの恵みの言葉をありがとうございます。またメッセージします。はい、あの私本当遅いことは全くないと思うのね。いつでもだって今日っていう日は人生自分の人生の中で一番若い日だから、うん、いつ始めてもいいと思う、うんうん、そうですね。なんかそういうなんかチャンスだったり巡り合わせが来たってことはやっぱりもうどん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 つかぴーにはチャンスやね、これからもっと今よりももっと楽しむとか笑うとかいろんなことをね、うん、感じるチャンスが来てるんだと思う、うん、素敵なことだと思う、うん、なんかこうワクワクしながらやってみて、うん、まあ時にはねワクワクできない時もあると思うので、うん、その時はどうぞどうぞ、うんうん、あーって言ってくださいもう本当もう一件来てましてね、はい、リュウさん、はい、今日もこんばんは。はい、こんばんは。楽しく気持ちよく聞いてます。安らかに聞いてますよ。くにちゃんだそうです。嬉しいですね、うん、ありがとうございます。嬉しい。くにちゃん、くにちゃん、誰だろう。お名前がくにちやん、くにちゃん、くにちゃん、くにちゃん、ありがとうございます。あの人ってわからないのもつらいな。もうちょっとヒントくれたら嬉しいな。ありがとうございますね皆さん。はい、そうなんですよね、はい。コメントもこちらの方にも来てますね。はい、来てますね。はい、ですね、つるくんさん、はい、月見ましたよって、うん、さっき言ったか、うん、さっき言ったか、あ、申し訳ないです。うん、でもいいと思う。うん、うん、うん。アナミンさん、こんばんみ、出遅れた。でもこれは言ってないよ。言ってない。綺麗な。おお、申し訳ないです、うん、つるくんさん。はい。綺麗な月より三日月よりの月が出てますな、はい、降水確率 0% なんで快晴でよく見えますよ。少し遠い感じで光ってます。あーいいなー。うーん、私太陽よりも月が好きで、うーん、太陽は太陽で好きなんだけど、ね、月がとっても好きなの。うーん、うん、とっても、うん、つるくんありがとうございますね、うん、みんなのところのお月様はどんな感じに見えてるのか教えてくれたらなんか嬉しいなと思います。なんかつながってる感があるよね。そうですね、うん、空はどこでもつながってますからね、うん、なんかねちょっとお友達になった人が、お友達になった人がいる、変だな、うん、お友達でなんか嬉しいことを言ってくれたのが、うん、月が綺麗に出てるのを見ると、はい、あ、この月をエリューさんも見てんのかなと思うとなんか嬉しくなるんだよっていうことを言ってくれた人がいて、あ、なんかそういうふうになんかこの実質的な距離を近くに感じるっていうことを、うん、この人は素敵に言葉で表すことができるんだなって、うん、でこの人の周りはやっぱりたくさんのお友達がいるわけ、うん、でみんなこの人をとっても慕ってるし信頼してるし頼ってるのが、うん、とっても感じる人、うん、うん、あ、なんか逆に今度私もこう月を見て、うん、月を見て、あ、沖縄では見えないけどこのどっかには月があるからみんなつながってるんだよなって思いながら思ってますよみんなのことも、はい、そうですね、はい、星見てもそうですよね。そう、うん、やっぱ星座ってね、うん、その月々月々でどこにいても見れますし、うん、ね、うん、ありましたね、キューンってなる、うんうん、やっぱりよぎるよね月とか。私はやっぱり自分が住んでたところの、月が大好きで、うん、その月を自分のこの部屋から見るのが好きで、うん、それをあまりにずっと見すぎてて、うん、眠らなかったっていう時が何度もありますね。あ、そうですね、すごい好きだった、うんうん、あの場に帰りたいって思うことがあるけれど、うん、でそれで帰ったことがあるんだけど、うん、なぜかその時に、いや私あれこういう感じだったかなって思いながら沖縄に戻ってきて月を見た時、ここの月でもいいかなっ
って思ったのが住み始めた1年目、うん、だからやっぱり心のどっかでここのここから見る月を、うん、なんていうのかな、思いを馳せながらというか生きていく覚悟をしなくちゃいけないんだなって思った時でもあった。そうですね、うんうん、ね、月はね、はい、うん、またたくさんの方からコインいただきましたね、ありがとうございます。ありがとうございます。コメントも来てます、はい、シロさん、はい、最近空見上げてない、見上げてごらん、見るんだよ、はい、そうですね、はい、高松マリーさん、はい、三日月ですね、ちょっと曇っておぼろ月を、あ、素敵です ね、 ね、そう、あの雲がかむってるのもいいんですよ ね、 ね、そう、好きです。あ、そんな日は誰かと日本酒をいただきたいもんですね。そうそうそう、日本酒、日本酒、そうそうそうはい、シロさん、はい、部屋からまだ見えないっす、まだ南に月が移動せず残念。そっかそっか、角度がありますからね、うん、あの気長に待っててくださいね、うん、必ずそこにありますからね、はい、うん、マナミンさんもなんか今日気になってましたよ、あれマナミンさん来ないね来ないね来ないなって思ってたら、うんうんうん、やっとお目見えしましたね、お疲れ様です。ね、ありがとうございます。はい、はい、そんな感じですかね。つかぴ、皆さん素敵、空かわいい本当になんかこう、でもふと心を何かがよぎって悲しくなることもあったり、うん、寂しくなることもあるけれど、うん、なんかこの心をよぎることがあるってことはある意味なんかちょっと幸せだったりするのかなって、うん、幸せですね、うん、確かに、うん、思う人がいるっていうことですから ね、 ね、あの思い出す過去というかね、そうですね、ね、うん、まあ、でもどんなことを思い出すかな、うん、私、うん、いいことも悪いことも含めて、そう、あの、まあ、特に僕の場合は、うん、ああだったらよかったなって思うんですけど、うん、でも、うん、こう選択して、してきたから、うん、今ここがあるし、うん、本当だね、うん、私も思う、うんうん、まあ、全て必然かなと、うんうんうん、なんかさ、うん、やっぱり本当にもうこれ以上前に進めないっていうようなこともあって逃げ出したくないこともあったわけじゃない、うん、はい、誰でも人はあると思うんだけど、うん、でもそれですら今ここにたどり着けたってことは、うん、あんなことしなくちゃよかしなければよかったなって思いながらも、あ、やっぱりあの選択は間違ってなくって、うん、今ここにたどり着くための本当にね、うん、エッセンスだったんだなって、もちろんご迷惑かけた方申し訳ありませんでした。ありません、僕からも申し訳ありませんでしたでもきっとその人たちのいい教材になったはずそうですね、うん、確かに、うん、反面教師になりました。そう、うん、本当になんかね、うん、ありがたいなって、うん、思いますね、うん、私たちまた出張があるんですよね、来週。あります、あります、大変なのしましたよ。あれいつからだっけ、5日ですよ、5日、うん、あれ待ってよ、うん、10月5日って水曜日、違うよね、木曜日か、木曜日です、うん、10月の5日から10日まで、うんうん、もうギリギリ入り込みますからね、番組に。ですよ、そう、皆さんすいません、うん、はい、レイ君予想では何時着きそう。あのですね、今日あげた情報は、うん、11日に帰国する、あ、こっち帰ってくるやつで変えたんです、うん、そうすると1本遅れて、うん、あの5時半に空港に着くんですね。11日、うん、10日です、うんうん、なので5時半に着く、うん、おフォー、ダッシュできます5時半に着いて荷物持って6時に出れて、うん、荷物は預けないので、あ、そっか、はい、もうすぐです、うん、で前の方の席確保したので、うん、すぐです。あ、なるほどね、うん、私は、うん、多分、うん、え、待って、私ね、あ、待って、私は2時40分3時ごろに着いて、うん、きっとご飯食べて、うん、からこっちに向かうので、私も5時半ギリかな。はい、あ、違うな、もっと早く、分かんない、こっちこっちの、うん、着くのがですか、うん、5時半には着かないか、6時半、うん、
まあ着くよ。確か6時半って言ってた覚えがあります。うん、うん、あのスタートとお尻を決めたんだよね、うん、実はね。そうですね、出張の時もう移動はもうどうにかやって、うん、その出張先の現地集合を何時、うん、で帰りのここの宜野湾番組があるから宜野湾には6時半に着くっていうのを決めて、はい、とにかくそれに合わせてみんな移動するっていうね。そうなんですよね。すごいよねこの出張。はい、怖いわ。楽しみです ね。何が起こるんだろう。うわ、しかも必然的に僕としてはチケットが心配だったんですよね、うん、なかなかなくて、うん、高いですし、高い、なんとか安くしようと思ってね、で取れたんですよね、うん、今日の朝まで本気で本気でこう絞り出してどうしようどうしようどうしよう、うん、最終決断諦めるはなしでどうしようだったんです。すごいよね、うん、そしたら一個調べてないことがあるっていうので、こういうことになったんですよね。すごい。そうだから諦めないっていうのは大事ですね。諦めちゃったらそこで終わっちゃうもんね。そうなんですよ。あとこれがないからできないじゃなくて、うん、ないから何ができるっていう。そう、うん、私もそっち、うんうん、なんかね、ないことを理由にとかできないこととか知らないことを理由にやめちゃうっていうのは、うん、うん、だってやめることとか、なんか諦めることっていつでもできるじゃない。今でも明日でも明後日でもできるじゃない。そうですよ。だけど続けることとかは今しかできないわけじゃない。そうなんですよ。だから今しかできないことを選ぶよね、うん、そうですね、ね、うん、そうやってきちゃったねエリューさんと出会ってから特に必然的に。でも今まで、あ、これ無視してたなっていうのが、うんうん、やっぱり目の前にやっぱり現れてきて、うん、一つずつこう解決して自分の糧となり成長となり、うんうん、大きくなってるかなって思います、うんうん、よかった、うん、やっぱりね、そうね、心をよぎるのは私はみんなのことを家族と思ってるから、うん、あ、やっぱりそういう気持ちがベースにあってみんなのことがよぎるかな。うん、ありがたいですね。うん、あ、皆さんの心によぎるのははてさて何なんでしょうかね。またまた後ほどだね。42分ぐらいまで、でその後あっていいかな、これでちょっとどうだったつぶやきも2人で行きながら、はい、うん、OK ですか。あとビーチボーイズがあったらいいです、ね、ます、はい、あったらちょっと合図して OK です。あー、なんかね、私この歌のこの歌詞を聞くと本当にそうだなって、なんか簡単なことなのにどうして伝わんないのかなとか、でも簡単なことって自分は簡単って思ってるけど相手にとっては簡単じゃなかったりすることってたくさんあるんだよね。だってさ、
生きてきた環境ももちろん違うわけじゃない。で、私たちをここに生み出した親も違うわけじゃない。親の考えも違うし、だからそこから私たちはこの生きていく上での初めての情報をもらって、そこからなんかいろんなことを見て聞いてなんかこう育ってくる中で、そうしたら普通っていうのは、もしここに100人いたらきっと100人違う。ただその中でなんとなくこっち側寄りだよねとかあっち側寄りだよねっていうので、まあ統計的なというか多数決みたいなもんで決まっちゃうというか、私ね、時として民主主義っていうのがなんかやっぱりあれってさ、多い方で決まっちゃうみたいなとこがあるわけじゃない。でも私、多いからそれって OK なのって子供の頃から思ってて、だって別に本当にその意見が OK だと思って OK 出してる人ばっかりだとは限らないわけじゃない。でなんかさ、中には本当はこの意見じゃないんだけど、この人の方に OK しておかないとまずいよねみたいな、そんな感じで OK 出したりとか、なんかよくわかんないからこっち側にしておこうとか、なんかいろんな選択肢がある中で選べたらいいのに、なぜ選択肢が少ないんだろうって。選択肢が少ないとなんか心が苦しくなる。高松真理さん、ありがとうございます。そうですねって、嬉しいです。なんか本当に言葉だけじゃなくていろいろあって私はいいと思う。ただいろいろあるこの違いを、違うんだということをみんなが、違って当然っていうことをみんながなんかちゃんと自分の中に収めてたらいいのかなって。違いを認められる自分でありたい。違いを認められることによって自分の知らなかった世界が覗けたり、知ることができたり、世界は広がっていったり、で一方方向じゃなくていろんな角度からよく見なさいって言うけど、でもどうなんだろう、実際みんな生きてて結構決めつけてたりっていう場面が多いのかなって、悲しくなることが私はあります。なんか人と人がやっぱり何かを作り上げようとするとき、何かで向き合おうとするときに、違う意見があるときに相手がどうしてその言葉を発してるのかということを聞いたならば、知ったならば、きっとなんか解決できない、理解できないって思ってたことに対する方法だったり答えが見えてくるんじゃないのかなって。こんなに素敵な人たちが集まってるのに分かり合えなくて悲しい思いをして背中を向けてることを見ると、なんだかとっても悲しくなります。きっと私たちに、私たちという人間を作るときに違いを認めることというのをもしかすると大きな課題として与えたのかな。それは愛というものをベースに持ってたならば解決できると、そういうことをきっと私たちに、私たちを作ってくれた、想像してくれた存在は思って私たちをここに置いたのかもしれないなと思ってます。もちろんこれに関しての違う意見も OK、 そう思ってます。
うまい。なんかいい雰囲気だねこの BGM。 もうサイマルで聞いてない人はこれが聞けなくて残念って感じですけど、そうですね、今流れてるのはビーチボーイズが流れてます。はい、私好きでね、なんかこう穏やかになっていく、すべてが色褪せないですね。そういつまで経っても、なんかこのビーチボーイズを聞きながら一緒に踊れる人が欲しい。あーいいですね、なんかそういう楽しめる人が欲しい。じゃあちょっとおちびと踊ろうかな。そうですね、なんかね、やっぱり夜寝るとき、なんか私子供の頃よくね夜寝るときなんかふとなんだろう、いつも寂しくなって涙を流して寝ることが多くって、でもなんかそういう過去があったからこそ子供が夜寝る前は笑わせて寝せるようにしてる。で、朝起きてきたら笑わせるようにしてる。そうですね、そう、それがくすぐることであろうと何であろうと、とにかく笑うまでいろいろやる。れいくん今日この2時間いろいろトークしてきて、あんなことこんなこと話してきたけど、今日の2時間どんな感じだった？思い返しましたね、やっぱ人生のテーマというか今日のテーマって、答えは出てるけど違う答えの人と出会ったりとか、ってなるとやっぱ伝え方も、ね、大事になるし、こうまたちょっと思いにふけるところがありますね、あとは見守る子、あ、見守る子じゃないや、ふと思うこととかも、なんだろう、もう一度真剣にやっぱ過去お世話になった人を考えることも、なんだろう、恩返しというか、大事かなって、そうよね、思いました。あとはやっぱりね、性教育やっていきたいな。そうだね、だって性教育とかそういう性の部分を否定するってなんか変よね、おかしい。だって現に私たちがここに存在するのはやっぱり出発点はそこであって、そうね、やっぱりこう何らかの意味というか、やっぱり大切なことというか、大事なこと、おざなりにはできないことで、それをきちんと愛を持って、いろんなこと、なんだろうな、いろんなその時の状況で子供ができた人たちもいると思うんだよね、みんながみんなハッピーな感じで、そこにたどり着いてるとは限らないわけで、そうですね、だけどなんかそれでもその人が存在するっていうのはかなり大きな意味が私はあると思ってる、はい、だからもしなんかその部分でなんかこうなんか、うちはそんな感じじゃなかったみたいっていうものがあったとしても、ってことはなおのことそれを飛び越えたところにあなたの存在価値というのが、そうです、大きいんだよっていうことを感じるんだよね。そうですよ、なのでやっていきたいです、話を進めていきたいですね。そうですね、まあ今のところの予定ではまず11月の何日だった、れいくん、何がですか、そのオフ会、17だったと思います今のところ。17の金曜日、みんなどうですか、ちょっと木曜日と金曜日は実は迷ってるんですよ、16日の木曜日なのか、17日の金曜日なのか、ちょっと迷ってて、みんなはどっちがいいかなって思って、ちょっと後でフェイスブックの方でもね、そうですね、レクの方のフェイスブックでもよろしくお願いします。わかりました、流してください、流します、はい、本当みんなで楽しい時間を、やっぱりねちょっと会場的 に私たち含めの20ぐらいだねっていう話をしてたんだよね。そうです ね, ね、それぐらいいたら楽しいかな、それ以上入れないそうなんですよ、 それ以上はちょっと、入れない飲み放題食べ放題そうですよ、歌いたい放題ではないけど、歌いたい放題ではないですね、飲み放題食べ放題でちょっと、ね、
うん、私たちのちょっとお気に入りのバーで、もう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 君もうもう書いてますからね、18番これとこれとこれとみたいな。みんなどんな曲歌うんだろうね。どんな曲歌うんでしょう ね。あそこステージもありますからね。楽しみ。ちょっとねスポット。そんなわけで11月の16か17日あたりにオフ会を予定しております。はい。はい。あとは、うん、そうね、あのまた私たちバー好きなんだね結局。そうです ね。あのちょっと性教育って言っても大人の方の性教育というか、はあ、そういうのを、うん、ちょっとあの浦添にあるバーでね、うん、今度計画してたの で、あのその時もまたあの、ね、近くなったら皆さんにお知らせしたいかなと思っております、うん、はい。みんなであのいろんなねあの分かち合いというか、うん、していきたいよねって思っております、うん、はい、シェア会みたいな感じですね、はい、いいね、うん、しまいに飲んでハハハハってなってね、そうやっぱ最後は笑って終わるって、そう、うん、そんな感じにしていきたいと思いますね、うん、マナミンさん三日月には日本酒ガサゴス探してんのかな。探してますね。マナミンさん飲める口なのね、うん、飲みたいです ね、 ねなんか熱男こと白なんかは、うんうんうん、なんかこうすぐ赤くなりそうなイメージがありますよね。そうなんですね。そう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 、なんかそんな感じがします。なんか可愛いですね。なんかもうすごいまっすぐの男ですね、はい、メールとか入ってますか。いや入ってないですね、はい、なんかこう皆さん のせっかくねお寄せいただいたものは、うん、本当に残さず、うん、全部拾っていきたいなんて今というかいつも、うん、意識してますけど、はい、あでもなんか今日も皆さんのお耳に書かれたことが嬉しいなと思います、うん、はい、お白ほうほうほう結構飲むんだ、何飲むんでしょうね。ビール、ね、ウイスキー飲んだら最高ですね。やっぱりなんか福岡とかあっちの人だから何飲むの。芋焼酎。うわ僕は芋は苦手ですけど日本酒はいきます。でも黒霧も芋だった。黒霧は米じゃなかった。あ、わかんない、わかんないですね。なんか情報あったらください。例はあの、そば焼酎です。あ、そうなんだ。うん。そっか。雲海、大好きですよ。私なんか、どれかな、ウイスキー。ね、ウイスキー。雲海か、そば焼酎か、ジンですね。ジンならロックできます。あ、ジンは好き。うん。あの、次の日、すっきりなんですよね。ビールオンリーか、ごジンオンリーだと。そうそうそう。私、ウイスキーは、あの、どんな何を飲んでも、最後にウイスキー飲んだらすっきりしてる。私は次の日ね、うん、ウイスキー飲めるようになりたいです。ウイスキー好きだね。ちょっとずつ行っていきましょうかね。いいウイスキーなら飲めるかもしれないですね。そう、なんかそうですね、いい酒になんか慣れていくといいよ。そうですね、体にもそんな負担かかんないし。そうですよね。なんかよく言うよ、いい酒といい女はゆっくり酔わすって。いいですね、うん、なるほどね。そういいですね。私地雷みたいな人かもしれないから無理かもしれない。またまたまた。シロさん、うん、ビールから焼酎、日本酒、ワイン、島、何でも。へえ、すごいな。すごいな。酔ったらどうなるんでしょうね。ヘロヘロじゃない。あ、ヘロヘロ。でも飲むってことは強いんだもんね。ね、こんだけ飲めるっていうのは、うん、強いですよね、うん、すごいな。あ、マナミンさんかわいい。はあ、すごい。 90% のウォッカって飲んだことあります。飲んだら死ぬんですかね。なんかさ、友達が若い時にこう、うん、女の子あれ何十何人ぐらいで行ったのかな、うんうん、そしたら痛い目が痛い。そしたらなんかこうそこでテキーラかウォッカか痛い大丈夫ですか、なんかみんな飲んでて、うんうんうん、これ絶対危ないでしょうって思って、うんうん、私は飲まなかったの、うん、次の日みんな苦しんでた、うん、例もう一度酔いつぶれた、一度だけあるんです、うん、酔いつぶれたこと、うん、アメリカで、うん、信号機っていう3つがセットになってるショットだったんです、うん、甘いから中辛から辛口、うん、辛口は確か90% 近いやつだと思います、うんうん、死にますよ。では本気で、本気でもう記憶パッて消える。それを5セット5セット飲まされたんです。わお。もう1回目で頭はボーっとします。わ、怖。5セット飲んだ後は多分終わってないでしょうね、うん、トイレで寝てました。怖い。そう、怖いですよ。あれ飲まなくていいんじゃないですかね、別に。あ、私なんかちゃんとしたジン使ってるとこのジントニック久々に飲みに行きたいな。あ、いいですね。やっぱりじゃあそこですかね。はっはーって。あ、シロさん、はい、酒と女は気をつけろ。
そう？そう、まあ選ぶ方じゃないですかね。そう、やっぱりいいもの選ばないとね。うん、うん、って感じかな。多分そろそろエンディングの曲が流れてくると、なんかまたちょっと寂しいなという気分になりますけどね。はい、はい、なんかあれだね、また来週になって皆さんの耳にかかれるのを思いながらのエンディング入っていくわけで、うん、もうなんかねあれですけど、なんかね今日ギノワの方をあのアップデートしたかなんかで曲がなんか見つからないみたいで、僕の準備不足です。いえいえ、そんなこういうこともあるさ、あんなこともあるさ、いいことさ、うん、うん、エンディング流していきますね。はい、あー流したくない、そんな気もありますが、はい、マナミンさん恐ろしい、気をつけねばどうなんだろうね、女の人が怖いのか男の人が怖いのか。あ、でも私も思う、女って怖い。そうですね、私だから、うん、来世も男に生まれたくないもん、騙されたくない女に確かに、うん、私やっぱり嫌だ、来世も来世も私は女でいい、うんうん、そして二上エリューとして生まれて二上エリューとして生きていく。そうですね、霊も、うん、あの霊として生まれたいです。うん、また、うん、私はこれは言える。でもね、じゃあその時どの人と早く出会いたいかな。でも決まってるからいいよ。あ、いいな、うん、私これから選ばなくちゃだわみたいな。でも全部断られそう。あ、俺やだ俺やだ俺やだ、エリューはやだってみんなに言われそう。そんなことないですよ。そうかな、だってさ、なんか会うじゃない、友達とかと、あ、この人私と結婚しなくてよかったなって思うもん、みんなに対してこう落ち着いた結婚生活してるみんなを見てると、うん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 、なんか、あ、よかったな、この人は幸せ、うん、私じゃなくてよかったのよってみんなに思いながらね、みんなにこうお久しぶりとかって挨拶してるけど、いやいやいや、うん、お前変わんねえなーとか言われると、うん、どっち側でって思うねえ、ねえ、そう、シロさん、人間もアップデートできたらある意味面白いかも。私ある意味アップデートしてんだよ、うん、ただある意味そのまんまアップデートすればするほど、あの、なんだろうね、そのまんまになっていくよね、うんうん、なりますね、はい、そう、成長がアップデートですからね。はい、そうでございますよ、うん、自動的にアップデートされて、うん、なんかいいんだか悪いんだか分からなくなる時ありますけどね違う、みんなのアップデートが遅くて私を理解できないのよ。そうそう、そういうことです。例もよくありますよまあそんなこんなで、来週も皆さん会いましょうね。レイ君どうぞ。はい、愛してるよ。私もみんなのことめっちゃ愛してるよ。来週ね。おやすみー。エリューさん再起動って。シロ面白い。皆さん今日も本当にありがとうございました。お疲れ様でした。来週もどうぞよろしくお願いいたします。